はい、どうも、こんばんは。沖縄おばばです。はい、みけさんが来てますね。みけさんが。はい。はい、こっちに来ましたね。はい。今、ここにいます。あら、ここでコロンとなったのかわいいですね。はい。えー、皆さんどうも、こんばんは。沖縄おばばです。これがね、今日の最後の配信になります。はい、えー、最後はですね、えー、ライブドアのニュースさん見たら、とんでもない事故が2つも、 起きてました。はい。一つは東京赤坂です。赤坂でトラックが歩道に突っ込むという事故がありました。はい。えー、まあ、とんでもないですね。これもね。えー、突っ込んじゃいましたよということで。えー、でもう一つは、あ北海道ですね。はい。もう一つは北海道で、 ええー、まあ、軽トラックがね、あ、軽え、ごめんなさい、軽自動車ですね。軽自動車がバスに突っ込むという事故がありまして、なんか両方ともありえないですよね。普通に考えると。どうしちゃったんでしょうね。まあ、わかりますけどねえ。そうなるでしょう。もう本当にね、あのー、 シャレにならないぐらいね、こういう毎日変な事故が増えてきてます。え最低でも1件は起こっています。えー、なんて言うのかな。普通の交通事故とは言えないような感じの交通事故ですね。はい。えー、こういうのが、あ結構な割合で起きていますよということです。もうね、皆さん気をつけてください。 はい。外に出る際は、本当に注意が必要だと思います。私。歩くときとかね、えー、気を抜いてはいけません。いつね、事故に巻き込まれるのかわかりませんからね。こういう世の中。はい。こういう世の中、世の中ですから。わかりますよね。どういう世の中か。もうね、もう本当ね。 えー、頭のネジがね、緩んでしまってる人たちの多いこと、多いこと。はい、えー、そういうことです。なので、えー、皆さんもね、外に出かける際には、十分、十分ね、 えこういった車には注意してください。えー、時々ね、あのコメントもいただくんですよ。車でね、えー、自分は運転してるんだけど、ありえない運転をする人が非常に増えていると。ウインカーを出さないとかね。まあ私もたまに見ますよ。変な運転している人。はい。えー、たまに見ます。はい。えー、私、そんなにね、えー、まあ、外に 出てるっていう時間って短いんですけど、非常に。はい。えー、います。はい。ありえない運転してる人います。はい。まあ、ハザードランプつけながらね、駐車、別に駐車してるわけでもなく、えー、そのまま走ってる人とか、忘れてるんでしょうけど、ありえないですね。はい。 えー、増えてきてます。そういう方がね。なので、えー、お目目が覚めている皆さんは、ご自分の身をね、えー、ご自分できちんと守るようにしてください。えー、目が覚めてる人はね、将来の希望なので、はい。将来の希望です。はい。そういうことです。なので、えー、あなたのね、 あなたのそのお体はあなただけのもんじゃないのよと、はい。えー、将来の人たちのためなんだからねっていうことでね、えー、注意しましょう。本当に。はい。えー、まあ今日ね、えー、締めのお話がこんなんで申し訳ないんですけど、はい。ちょっと雑談になってしまいましたけど、一応記事二つあるんでね、これ貼っておきます。はい。 ええー、まあ、本当あり得ない交通事故が非常に増えてます。もう、一日に一件必ずこういう事故は見ますよね。はい、見ます。なので、えー、皆さん本当にいい外を歩くときは十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。それでは皆さんまたごきげんよう。 今日も一日お付き合い本当にありがとうございました。そしてね、えー、またね、明日も元気で皆さんのお顔を見れるのを楽しみにしております。皆さん本当に元気で頑張りましょう。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。ちなみに、塗り絵ですね、ここまで塗れました。ちょっと背景もちょっと入ってきてます。 えー、こんな感じですね。はーい。